さあ皆さんどうもこんにちは、ダイタラです。モンスターハンターストーリーズ2やりましょうか。さあ今から行くのはね、破滅の時、守りデウスの森へ行きます。カエル頑張ろうな。アルツールはもうすぐだ、行くぞ。さてもう準備は何もないんですけど、なんてことだ。あのリオレスの大群なんだ、何が起ころうとしてるんだ。マハナ村なんだけど、これすごいことなってんなあれやべえ、海の色がやべえって。おい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 、ドラゴンクエスト6であったあれみたいな感じやん。なあ、川が真っ赤になるみたいな。ねえ、懐かしいぜってことで、うっす。ガラさん、昔この地を滅ぼしたモンスターは、守りデウスの巣にある禁足地に封印された。何が起こるかわからん、帰ってくるんだ。頑張るぜ。さてね、前回に比べてレベルは1ぐらい上げてます。で、今から、ラスボスなのかな、アルトゥーラー、ちょっと井の海に行きたいと思います。さて、守りレウスの森ってどこだろう。さて、マップ的にはドゥルンと行って、あー、それ守りレウスの森って昔行ったな、その辺に。この辺人めっちゃおるで、ここ。おお、めっちゃ人おる。祈ってる祈ってる祈ってる。みんな任しとけ、俺に、俺たちに任しとけ。さあ行こうか、今から空飛んで。あそこにね、古代巣があるの。あそこ出て行くんだろうなって思ったんだけどさ、昔。ここ。空飛んで行くんだね。今度攻略しとくよ。さあ、ここレア巣もある。まあでもこの辺のレア巣ってもう今行ってもなって感じやと思ったけど、見て、この辺のね、ランポスとかザコデギーもさ、含めてみんな強硬化してる。怖え、マジ。大丈夫かよ。ここにいるのね。そうやで。ああ。行くぞ。怖い？え、怖い。ちょっと怖いよ。最近敵強くなってきたから。いや、マジか。俺のパーティーバランス悪いから、ちょっと大丈夫かなっていう。怖くない。あなたたちと一緒なら。あ、俺だけがビビってんの。すまん。俺も怖くないよ。行くぞ。さあ、守りデウスの森で待ち受けているのは、まあ、多分あのゼラードだっけ。ねえ、ゼラードとか含めて、あと何かいる？そのとこ？守りデウスの森。ちょっと待って、俺ゼラードって思い出したけど、一回ルトゥー村の族長に話聞きて、一回。ここまで来てないやけど。お、俺の第二の師匠。ねえ、いいのじゃないよ。ダイダラ行くんだ。レオが、デトが探してた真実はもうすぐそばに来てる。俺が教えることは何もない。破滅を止めることはできるのはお前とレウスしかいないぞ。いいこと言うな。でもちょっと悪いやつがさ、ここにいたねえ、あのゼラードっていう事実を誰か受け止めてるのかな。ねえ、ちょっと族長さん、あんたの側近の人ですよ。悪いの、どういうことっすか。なんと、そうか、伝説に続きがあったとは。災いをもたらすアルトゥーラが目覚めようとしてるのだな。伝説通りになるというならば、この世界はお前とレウスに託されたということになる。いや、ゼラードの話誰かしてよ。はい、というわけでゼラードの話聞きに行ったけど何もなかったでーす。ということで、まあ行くか。じゃあ守りレウスの森。ここ初回の頃にマジちょろっと来ただけだから、もう何も覚えてないって人ばっかだと思うんだけど、ほら見て、プケプケがいる。プケプケかわいい。ケプケプケだね。ケプケプケ。え、なんか宝箱俺取ってないのがあるんだけど、なんで取ってないんだと思う、これ。あー、禁足地、守りレウスの巣の奥にある。よし、まずは守りレウスの巣に伝って行こう。そう、最初の頃これだ。そういや、スター俺登るの全然できなかったから取らなかったんだよな。で、結局やっぱモンスターハンターストーリーズ2のね、宝箱っていうのかな、宝箱の中身って別にいらないものばっかで、結局、その、古代巣にある王冠以外はね、マジでスルー対象って感じだったな、個人的に。相棒、アルトゥーラってどんなモンスターだろうな。なんかね、尻尾っていうか触手しか見てないもんね。それは興味恐怖？今更怖がってないやい。ねえ、俺たちはいろんなことを乗り越えてきたんだってな。でも確かにアルトゥーラってどんなモンスターだと思う？なんか俺、植物系モンスターじゃないかなって思う。だって、植物っぽかったじゃん。ね、先端みたいなとこ。会心台、いいね。あ、これ宝箱再配置されてるな、多分。ね、こんなの、序盤にこんな宝箱あったわけないもんね。
わあ、水やっぱ全部赤くなっててキモいよな。相棒覚えてるか？初めてここに来た時、新米コンビだったけど、今の俺たちはカエルも月のも。ねえ、エナもいる。ふん。神王が足とかおんねんけど。どうなってんだこれ。大大甲虫のなんか黒いバージョンがいる。え、黒い大甲虫とかって俺知らないんだけど、そんなおるんこの世界に。てか、広ここ。光の柱、すべてを飲み込んでってる。あれかな。やべえ、回復しないと絶対やばいこと起こるぞって。いや、間違いない。俺たちで止めるんだ。これセーブしとかなんとめっちゃめんどくさいやつなんで、絶対セーブしとこう。これ、俺前さ、俺誰に負けた時だったっけな。なんかモンスターに負けた時、ネルギガンテだったから負けた時さ、セーブしてなかったんだよ、俺。めんどくせえやーって言って。ねえ。で、そしたらもう、毎回、歩いて帰ってたから、戻ってたからさ、もう絶対セーブ必須、ここで。よし。さあ、もうすぐゴールかな。マップ的に、ここの先、ああね、ここまで昔来たことあって、ムービー流れて終わりってなったはずなので、もう、ここからはもう全て未知の領域になると思います。やべえ。もうバトルかな、いきなり。いきなりバトル、守りを進めた。あのまがまかしい渦。ただごとじゃなさそうで帰る。俺のヒゲもピリピリしてきたぞ。いや、どんなのが待ってんだ、ここ。どうしようかな。トップ誰で行こう。ネギデバルかな、一番有能なのは。ねえ、ネギタンで行こう。先発。先発ネギ。防御力も高い、攻撃力も高い。で、最強の古竜です。この気配、もしかして、誰がいる？レウス？レウス？え、これ先代の守りレウス？これ。めっちゃ雨降ってる。え？うわー、いっぱいいるレウス！で、ここに眠ってるの。大丈夫？久しぶり！あなたが守っていたレウスよ。立派に成長したわ。うん。なんか色くすんでない？大丈夫？これ老化ってこと？これが。ん？どうしたの？え？目が！ちょっと！ライドオン！じゃないの？これ、絆感じない？レッドとの絆、俺ともつなごう。俺孫だから、ダメ？頼む！あ、収まった、収まった、収まった、よかった、よかった。大丈夫？よかった、よかった。レドとの絆が残っているのよ。孫でよかった。だから守りリウスは正気を保てた。いや、だけどそっちが！なんで？なんで？ゼラード！じゃあ、パクられたで！しつこいやつだ！レウスを離せ！大いなるものを目覚めさせるには、レウスが必要だ。降りてこい、降りてこい！レウスが盾となる。大いなるものは完全に覚醒する。お前、本気でこの世界が破滅してもいいと思っているのか？人を中心とした世界が終わりを迎えるだけだ。嫌だよ、そんなの。人間は儚く、非力で何も成し得ることはできない。ハンターすごいだろ。レドが亡くなった時にそれが分かった。この世界は終わりを迎える運命にある。私たちは新たな世界を受け入れるべきなのだ。人間は私たちより短命で儚い存在に違いないわ。だけど人間には絆の力がある。仲間やモンスター、ここにいない人たちの気持ちをつなぎながら人間は成長をしていく。それをこの子たちが証明してくれた。そうか、戦っての人間たちやもんな。ずっとアルマさん以外。レウス降りてこいって。そう、飛ばんでええって。レドと同じならわかるだろう。新たな世界が始まると言っているんだよ。そのためにレウスを欲しがっているんだ。うわ、だだだだだだ、ブラックレウスだったで。ちょっと、おい、レウス、いかだ、レウス。あ、え、パーティーから抜けたで。レウス代わりに入ってくれる？守りレウス連れて行ってくれるのか？なんや、眩しい。心配することは何もない。おじいちゃん、
レウスが導いてくれる。乗っけてもろて。さあ、あなたたちも。俺たち乗せてくれるのか。このレウスでかいからいけるで多分。お、みんな乗ってる。おお。普段乗ってないんか。おお。後ろの方すげえ大変そうやけど。ちょっと捕まっときや。イエーイ。嵐の中飛ぶの。なんかすごいすごいダメージ食らってる。頑張ってくれ。石めっちゃ飛んでんのこれ。痛い。これ痛いって絶対。俺たちも痛いけど。え？急に中心地これ。台風の目ってやつ。翼ボロボロなってん。レウスー。みんなボロボロなってる。そんなレウスのご飯、レウスの肉がうまいんかこいつ。さあブラックレウス。おお。ここまでありがとう、ご苦労、ご苦労様。大丈夫か？何傷ついて。ごめんね、無理をさせてしまった。え、ちょっと、なんで君のというか俺のレウスやけど、そんな無事なん？てめえ！これ怒りに震えた俺、覚醒しますよ、多分。え？なに？ゼラードを追う。しっかりしろ！レウスを助けるんだろ！行きましょう。え、いかにもこれラストやからセーブしとけってこのゲーム言ってるけど。マジか、セーブした。何？後ろ下がったけど、なんか、あかんかったかな？ロード入ったけど。うわ、後ろ、いや、ええんかい、後ろ入んの。じゃあ、行くか。めっちゃかっこよくね、あのホールーム。相棒、レウスを助けるぞ！行くぜ。戦おう、レウスと。勝負だ。ゼラード！邪魔をするな！ぐぅ、うん。こんなに苦しそうに破滅の力に飲まれそうになってるんだ。ライドオン。取り戻してやらないと。ダメ、絆のパワーで帰ってこねえかな。まず弱らせるしかねえか。捕獲や、捕獲。行くぞ。戦ってくれるんや。ゼラと集中狙いしようぜ。何ニコってしてんの。何笑うそうね急に。さあやるか。ゼラド目が特徴的だよな。行くぜ。さあバーサスレウス。レウス目を覚ませ、帰ってこい。彼はすでに覚醒している。新たな世界を受け入れるための支度をしているに過ぎない。レウス帰ってきて。私たちとつながったことを絆を思い出して。本当だ。また絆か。己の弱さを繕う言葉遊びでしかないこと。まあとりあえずやっつけっか。何タイプだ。パワータイプかな、このレウスも。切るぜ。豪華球いきなり。へい。雷めっちゃ効くな。せい。かっ、いってー、大胆な火傷になった。熱い。え、なんか通常攻撃強い。豪華球を打ってきた。俺たちのこと分かんなくなったのか。諦めてはダメ。待って、これ一生豪華球打ってくんのかな。ねえ、ちょっと一生攻撃しとこうか。とりあえずパワー攻撃、パワータイムだねこれは。全然攻撃通らんけど。硬くね、このまま破滅レウス。せい。火力も高くね。さあスピードタイプ、スピード攻撃、これゴリゴリ押していきましょう。ベノムストライクだって。大丈夫、まあ、こっちはもうここから一生ダブルアクションで敵をやっつけるので、でもうゴリゴリ削っていこう。ナイスゴーシャー。でもこれね、置いときたいよね、まだ。うわー、これはねー、ライドだなー。回復したいな、ちょっと。なんか V 破壊するとこがないんだよね、結局。合格。はい。滅人なんたら。
寝る気眼帝かっけえかっけえ、モンハンワールドも久々に起動したくなるぐらいかっけえいいぞ。でも攻撃一生これだもんな、パワー攻撃。さあ3倍速でいきましょうか。ここからはまた本当に絆となどというものを信じているというのか。絆はパワーだよ、絆イズパワーだよ、絆パワー。やべ、スピードが出ない。いや一体いねえんだが俺のパーティー。いくぞピカチュウ、10万ボルトや。よし、連撃せい。カイルの攻撃地味に強えんだよな。ほい、2回攻撃なってるこいつ。今話進んだからそれで少し変わったのかな。これよし、もう一回いきましょう。豪華球か、くっそ、やめて豪華球、痛い。ボーン、かっこいい。豪華球2連続カエル死んでもうだが強くね、ちょ待って、強くねこいつ。ねえ、ちょっとこれ今ピカチュウ置いといて、ね、ネギデマル、ネギデマルのゲージためよう。ちょっとだけ12はまずい。ネギデマルはテクニックもスピードもパワーも全部できる、ユーノーオブザユーノーマンなので、とりあえず全部やってもらうのあかんね。スカイハイホール999、はぁ、カエル、カエル死んだが、は、強敵。絆は座もくれたぞ、絆というのはたやすいものだな。いやほんと、おっしゃる通りで、絆技まで。これじゃあもうマイケル倍かよ。こうなったら目を覚まさで付き合ってやるしかねえだろう。負けない、そうだ、来なくちゃ。いやきっちいこいつ。絆技してくるって何だ、何が駆り立てられるというのだ。ちょっと滅人症、ナイス、ガンガンかましていこう、ガンガンかましていこう。もうひたすら殴っていこう、ひたすら。また高画球、スカイハイホール、あれだけだるいわ、されたら。あれ999食らうからカエル死ぬんだよ、食らったら。もうカエルは守ろう絶対。いや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 、3回攻撃だったんだけどこいつ1人ずつ高画球打ってきたで、あいつ。そのコスパ悪いことしていくか。ダブルアクション、ヒトヒト、いいね。いって、これまずい、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 グエー、死ぬ、普通に死ぬ。なになになに、ミロリティックアロー頼む。これはね、回復するかもしれんけど粉塵しとこう、ちゃんと。死ぬは俺たち、はい、回復、いいよ、ナイス、なんたらジン、よし。そんなに強くないんだよそれ。あ、待って、でもなんかよだれ垂らしてない、もう守りレウス。おーい、大したことねえのか勝った、よし。一つのいさかいに遅れを取ったに過ぎ、十分に時は満ちたはずだ。マジ忘れちゃいけないのがアルトゥーレなんだよね、本当のボスは。レウスを逃げにして復活させるって言ったけど、レウス帰ってきて、大丈夫、あ、これ床を沈んで持ってかれるパターンか、待ってくれ。いやレウスはさすがに引っ張り出されへんって。ついに姿を見せるか。え、うわ、全身出てくんの、うわ、ちょっと待って待って、ついに、え、でかすぎん、どうやって倒すんこんな。バリスタ持ってきて、バリスタ無理や、バリスタも無理や、大砲も頼む。我が身もレウスも新たな世界を作るために。ちょっと何飛んどんねん、帰ってきてレウス。ダイダラ君前へ出た、危ない、何勝手に前へ行って落ちとんねん。
守りレウス、ありがとう。守りレウス、でもダイダラクかなり軽率でしたね、行動が。やばいやばいやばい、いや、キモいキモいキモい。ご飯です、いただきまーす。どうなんだこれ、体当たり。え、どうなったこれ。うわー、これでもう賞金やった。うちのうちのレウスちゃん、うわー、おい、ご飯逃げるな。怖い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 、めっちゃよだれ垂らしてる。怖い怖い、顔通してチューしとけお前ら、自分で自分とチューしろ。エナが俺をレドと間違う、見間違えるぐらいには俺成長したってことかな。もう俺なんつう顔してんねん。守りレウス、今のマジかや。守りレウスが代わりに、どうだったん？守りレウスを食べちゃったわけやけど、その食べたことによってアルトゥーラは目覚めたの？いや、触手はどこ行ったん？ショック、あ、そのあれ、体に垂れてるやつ、太さちゃうやん。かっこええなお前。なにその胸のやつ。帰る前もエナの胸ずっと見てたけどさ、胸見てたって言い方すごい語弊があるけど、ネックレス見てたけどさ。めっちゃ笑うとる。私もその目覚めと共に。なぜ邪魔をする。死なせるものですか。その目でしっかり見なさい、あなたが否定しようとしている世界の姿を。エナちゃん優しいな。耳を澄ませてよく聞きなさい。あなたに聞こえる声はモンスターの声なんかじゃない。新しい世界の始まりなんて言ってない。ただ生まれてようとしているだけ。これは産声よ。新しい世界を望んでいるのはモンスターじゃなくあなた自身よ。そこ危ないよ。え、指届かんが。くそ、どうすこれ。え、これラスボス戦じゃないの、もしかして。続くなの、生まれちゃったや。レドに会えたね。あの最後の瞬間ね。今度は私たちの番。翼は羽ばたくとき、アルトゥーラの光へと溶けていく守りレウス。光の中で果たされたレドとの開口、守りレウスという見栄を得て、ついの姿へと覚醒するアルトゥーラ。僧帽に飛び込む破滅の姿、それはレドが追い求めていた真実。最後の飛翔へ、レウスと共に。
守りレウスありがとう。いやほんま守りレウスごめんよ、ごめんよ、俺がザコのばっかりに。帰る、私たちもアルトゥーラをここで止める。というわけで皆様、今回ここまでにしましょうか。ついにアルトゥーラの姿が出てきました。今回最終回と思ったんですけど、次回続きますね。アルトゥーラ強いのかな、俺勝てるかな。守りレウスごめんなね。次回ラストバトルお楽しみに。それではチャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。また見てね、おつぽよ。